大止め嵐子古墳は愛知県春日井市にある古墳。墳形約十メートルの円墳で区画整理事業に伴い九百八十八年に発掘調査された後、翌九百八十九年に内津川沿いにある嵐子公園に移設された。移設に際しては、石室の開口部を約二十度南側に移してあるほか、天井石や吹石など不足の石材を別途用意して、 築造当時の状態に近づけたとする形で復元された。出土した金冠の数から被葬者が複数であった可能性もあり、この地域の有力者の家族墓が想定されている。また、その他の出土品から7世紀前半の築造と考えられている。周辺には、新大塚古墳や天皇山古墳など複数の古墳が残されており、同じ集団による 古墳群の可能性も指摘されている。北側から見た、墳丘墳径約10メートル、墳高約2.5メートル。庄内側の貸し岩球に位置し、1988年の2度の発掘調査で、水域や地下等などが出土した。主体部は、全長約6メートルの両袖型横穴式石室で、原室長が約3メートル、沿道が約2.4メートル。 奥壁幅は約1.5メートルあり、庄内側の河原石を使用したライン質みで持ち送り積みによって上部を狭める形をとっていたが、発掘時にはすでに天井石が石室内に落下していた。ありがとうございます。